無沙汰しております山寮でございます。ただいまいる場所は愛知県名古屋市にある大ターミナル駅名古屋駅ですね。今日はここから三河一宮駅まで行こうと思います。そう、この三河一宮駅意外と名古屋からは遠いんですよね。終わりの一宮と違って、豊橋から先、いつといった飯田線にあります。場所で言うと豊川市になるらしいですね。で、これ JR で普通に行こうとするとなんと片道1520円もかかるということなんで、まあ結構なお値段でございます。まあ、実際にはですね、これ、名鉄を経由して、豊川以内とかでね、折り返したりとかってすると安くなるらしいんですけど、それ以上にもっとお得になる裏技があるんですね。今日はそれをご紹介していこうと思います。そのお得な切符を紹介する前に押さえておきたいポイントがもうあと2駅あります。1つ目が新城駅、ここまで片道1690円、この片道1690円ね。で、もう1つ、ここの地図には載ってないんですけど、本長篠駅という駅があります。ここまでは片道1980円かかります。片道で1980円。ここがポイントになるので押さえておいてください。それでは切符を買っていくわけでございますが、一旦この自動切符売り場を離れます。そして裏側を待ってみますと、ここに新幹線の切符売り場があるわけですね。なんや新幹線在来線の特急券でも買うのかと思うかもしれませんけど、ここにお得な切符ってボタンがあります。これを押してですね、ちょっと左上のところにあります、往復割引切符っていうボタンを押すと、豊橋の切符、カルテット切符が有名なんですが、実はこの下のところにですね、新城本長篠往復切符っていうボタンがあるんですね。これを押してみます。そうすると今回の三河一宮駅から先、本長篠まで使える往復切符があるんですね。ああ、なるほど、そんな切符があるんやなと。普通にね、やったら、ちょっと安くなるんかなというね、往復で割引になるんやろうなぐらいで思って買おうとするわけでございます。ね、三河一宮から使えるんで、ちょうど、これね、私にもちょうどいいやつなんですけど、これ両方式を見てみてください。1680円ってなっております。思い出してください。これ往復の料金なんです。そう、この切符なんと一宮まで片道1520円なのに、往復で買うと1680円なんです。これ片道あたりじゃないです、往復で1680円なんです。これだけでもね、十分もう半額近く、割引になるんですが、すごく安いんですけど、もうびっくりすることに新城に至っては1690円ですから、往復を買った方のが安いという、逆転現象が起こってしまうという、わけのわからない安さになっているわけでございます。これもう本流しの前使おうと思ったら1980円ですか、もう片道で300円もお得になってしまう。往復で、使おうと思ったら往復で1680円ですかね。普通でしたら3960円かかるところがなんと1680円という、もうとんでもない値引き率になっているわけでございますね。で、今回は、この切符を使っていこうと思います。ちなみにこれは同休日のみの、販売でして、平日ですと2000円、往復で2000円ということですので、片道あたり1000円ってなりますね。まあ、ですけど、これでも十分安いんですけどね。今回は同休日だったので、なんと1680円で往復までできてしまうという、すごい切符になっているというわけでございますね。今回はこれをご紹介していこうと思います。今回はこの切符で、三河一宮駅へ行ってみようと思います。ちなみにこの切符、一件だけね、気をつけないといけないことがございまして、この動画でも紹介してきました快速三重特谷4回数券や、あと豊橋の方で、買われているカルテット切符と大きく違うところがあります。これは往復で、利用という形になっています。ですので切符の方もね、こんな感じで名古屋市内から往復、往路の切符と復路の切符というふうに完全に分かれています。ですのでカルテット切符とか、快速三重の切符のように4人で片道に利用とか、そういうような利用とかですね、片道片道名古屋に行くのを2回みたいな使い方だとか、そういったことはできません。またこれ当日限り有効ですので、その日のうちに帰ってこないといけません。そのあたりとかの制約があったりしますので、必ずこれは1人が往復をするのに使う切符だっていうところだけが、他のちょっと、今まで紹介してきたのと違うんだなっていうのは頭に入れておいてください。それでも十分ね、ベランボーに安いですけどね。それでは早速切符を改札の中にぶち込んでいきまして、早速一度三河一宮駅へ向かっていこうと思います。まずはこれで新快速ですね、東海道線の新快速に乗って、この時は快速に乗ってですね、
豊橋駅に向かっていこうと思います。さあ、ということでやってきました豊橋駅ということでございます。ここからですね、飯田線に乗り換えて川一宮駅の方面に向かっていくわけでございます。他の本流しのとか行くときも一緒のルートですけどね。で、ここでね、やはり、この豊橋駅ちょっと面白いね特徴がありますから、うちの動画でねまだ取り上げたことがないので一応紹介しておきましょう。まあ、ここで広い駅、 JR のこんな広い駅でございますね。なんですけど、そう、この駅しれっとね JR の案内標識の中に名鉄線さんって書いてあるんですけど、そう、間違いなくねこの名鉄線がねこの JR の駅の中に入ってるんですよね。もうまっとみね、名鉄用のね案内表示では完全にね行き先案内とかもJR の仕様になってるんですけど、名鉄線と書いてある。そんなバカなね、そんなあの大鉄道施設ですよ、大手施設の名鉄の駅がそんな曲がりした駅のような感じなわけあるんですね。この1番線2番線そして4番線以降の東海線などにね箱を備えたところにありますよっていう構造なんですね。で、まあ私は今回はね飯田線に乗っていくんでこっちの方ね、乗っていきます。で、この日はね、岡谷行きの電車でしたけど、通満運転でやってましたね。ですのでね、こんな感じで、普通のね、電車の方で来ました。で、普通列車で岡谷行きで、三河一宮駅を目指して参りますというところでございますが、まあ、こんな感じでずっと走っていくわけです。まあね、途中で特急列車、これ、稲地号に使われるやつなのかな、があったりとかしますけど、まあこんな感じでずーっと行って、まあ最高列車もやって、伏線区間になってるんでね、この駅。おやおやおや、おかしいですね。この列車普通列車なのに今、普通に駅を通過していっています。そうなんです。この列車ね、途中にある船町駅と下地駅は、もうね、当たり前のようにね、通過をしてまいります。まあもちろん案内は出てますけどね。そう、このね、飯田線の陸田駅は、よく通過列車が設定されているということなので、これはね、普通列車でも、通過があるので気をつけないといけません。で、当たり前のように名鉄電車も対抗していく。もうとにかくカオスなんです、この飯田線というのはね。まあ、びっくりですよ、本当に。で、そうこう行ってるうちに、三河一宮駅にやってきました。豊川市の、三河一宮駅ね。まあ、なんでこんな撮り方してるのか、これはね、ちょっと本編の方でね、またね、この、特集した、動画があるんですけど、まあ、そっちの方見てもらったらね、なんでこんな撮り方してるのかわかりますので、まあ、大体想像はつくかなと思いますけど、そう、このね、三河一宮、戸賀神社がありますよということでね、まあ、こことかもね、見に行った、動画とかも、今後ね、ちょっと先にこっちの動画上がってますけど、後々上げますので、お楽しみにしていただければと思います。で、この動画の方はね、早速、もう帰りの道に入っていきますよ。で、帰りは中山駅から乗ります。なんでもね、一駅先なんですけどね、なんでこんなところに乗るのか。もうこれもね、大体お察しをしてくださいというところでございますけど、また本編で、後々、この間のやつはね、やってきますのでね、お楽しみにしていただければと思います。で、これね、おめ、行きと、ね、別の駅から乗ってええのかってことなんですけど、一応新城ゾーンってなってる、そのゾーンの間の駅からの乗車でしたら、これは問題がないということだったんで、今回は使わせていただきました。別に降りる駅と乗る駅が違っても大丈夫なんで、別に新城駅で降りて、そこからちょっとね、地域観光して、新城駅から乗らなくても、そのゾーンのエリア内で来たら大丈夫ですよってことなんで、観光にね、これだったらね、結構使いやすいんじゃないかな。本流しの新城って言ったら結構いろいろと観光するところもね、ありますからね。ということで、そのあたりをおすすめポイントに挙げまして、早速ね、私は、この後列車に乗ってきます。こっからでも、片道840円ですからね。まあ、ここはね、料金、三河一宮と一緒なんですけど、と言っとったらね、実はちょうどね、タイミングよく列車がやってまいりましたんで、この列車に乗ってね、豊橋駅の方に向かってまいります。これはね、ワンマン運転だったんで、実は後ろの車両が締め切りなんですよね。私は知らずに、後ろの方に並んで、ちょっとね、恥をかきましたよってところで、まあね、整理券取ってちゃんと中山から乗ったんで、エリア内から乗ってますよっていうね、証明書を取りまして、まあね、道、三河一宮すぐ隣なんでね、電車だったらすぐでしたね、やってきましたよと。で、三河一宮駅からも一緒ですね、容量は一緒でございますので、こんな感じで列車に揺られて、切符片手にね、ずっと通っていきます。そして、目指すは豊橋駅になるわけでございますね。さて、ということで、
豊橋駅までね戻ってまいりましたよと。でここからねまた名古屋の方に向かっていくわけですけど、この切符のさらにもう一つ面白い特徴がございますので、それもね紹介していこうと思います。っていうのはね、今から私が乗ろうとしてるのは、あれこれ新幹線乗る場、そう豊橋はね確かに新幹線が出てるんですけど、お前何言っとるんや、あんなねアホみたいに安いお得な切符買っといて、お前何新幹線に乗ろうとしてるんや、バカかと思うかもしれませんけど、なんとこの切符新幹線に乗れる裏技があるんです。それはね、あのカルテット切符とかで有名なこの豊橋から買える切符、なんとね400円ってなってましたよね。そうこの切符400円で買えるんですよ。でこのプラス400円を払うと、なんと新幹線で、まあ自由席ですけど新幹線の、移動が確約されるという、もう何を考えてるんだというぐらいに、いやそうですね、400円で新幹線乗れるんですよ。実はこの切符、あのカルテット切符には使えるよねっていうのは知られてるんですけど、この往復切符にも、この新城から乗る切符にも適用ができるんです。ですからこれ考えてみると、1680円で出た片道840円にプラス400円ですか、1240円で乗れるんですね。ほんまかいなと思ったんですけど、ほら改札もさあどうぞと通してくれるわけでございますね。ということは問題がないというわけでございます、ね。ということで悠々自適な、新幹線で移動で、ね、してみようというわけでございますね。いやいや楽しいですね。豊橋から名古屋って言うてそれなりに距離がありますからね。ですから新快速で行くとこれ54分かかるところを、これね小玉号ですよね、小玉号で実は28分で結んでくれるということなんで、これは非常にありがたいわけでございます。このね、26分ですからマイナス半分ぐらいのね時間で行けますから、これはありがたいじゃないですか。ということで早速使わせていただきましょう。まあね、小玉号なんで逆に言うと自由席多いんでね、全然悠々自適に座っていけるんちゃうかなと思って乗り込んでみたら、大体もう、1列丸っと貸し切りできるぞというぐらいに余裕がありましたよということですね。で一番後ろの席がね空いてましたんで、このね一番後ろの横の方にね、移動して、でこっちの方でね行こうかなというわけでございます。でねもうね中も快適でございましたよ。まあね人もそんなに乗ってませんし、でこの日ねいろいろと、こんな風にね、移動一番後ろなんでね、もう倒したい放題ですよね。そう、火の鳥がね、できてからね、そのバックシェルがどうのこうのってなってますけど、逆に言うと、バックシェルのついてないので、余計倒しにくくなった感がありますんでね。そう、そんなことを言いながら発車してきます。もうね、小玉号って言っても早いですからね、最高時速は新幹線ですからね。で、車内でね、ゆったりとなんかいろいろ食べましたけど、これはまだ本編の方で詳しくは紹介しますけどね。そう、車内でね、パッと食べて、で、あっという間に列車は名古屋駅に到着という次第でございます。ということでね、まあ、小玉号とはいえね、新幹線、されど新幹線もね、ですから、まあ、快適な移動、しかもあれだけ吸い取ったらね、いいですよね。のぞみだと結構混んでますもんね。で、このね、問題はこの切符で本当にちゃんと改札出るのか、お前400円しか払ってないのに、そんでんでね、新幹線お前に乗せてもらえると思うなよと言いたくなるんですけど、はいどうぞありがとうございますまでね、標識で出してもらいましたよということで、これ問題なくやはり乗れるということでね、これベランボーにお得なんですよね。改めてね冷静に考えてみると、これ豊橋まで普通に乗って1340円なんですよ。これ新幹線に乗ろうと思うとプラス990円普通だったらかかるところが、ですから840円で運賃を済むし、特急料金、新幹線料金プラス400円ということなんですね。これはちょっと安すぎますよねということでございます。でこれ冷静に考えてみたら、だいたい名古屋から通過ね、特急で44分、急行で62分ですか、同じぐらいのね移動所要時間で考えると、特急で名古屋の近鉄特急がこれプラス920円、運賃プラス920円ですから、なんと新幹線の方のが取ってる特急料金感が安いっていうね、まあ、普段の990円もまあまあ安いんですけどね、この区間。いや、というので、まあ、これはすごいじゃないかという、切符のご紹介でございました。こちらの方にね、お越しになる際には、ぜひこの切符のね、利用もいただければと思います。ということで、この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。